元政治家で、タレントの杉村太蔵が、松本人志の週刊文春訴訟について話題に、スピードワゴンの小沢和孝さんの証人としての発言が重要だと話してた。なぜなら、被害者女性はその後も、スピードワゴンの小沢和孝に誘われ、パーティーに出席していたという、普通ならトラウマになるぐらい嫌だった飲み会にまた行ったりしますか？などと、飲み会参加に疑問を呈していた。弁護士でコメンテーターの清原博さんも、杉村さんの分析を称賛。今後は小沢と被害主張者のやり取りが鍵となりそう。司会の今田耕司も杉村の発言に注目した。